始まっていくよ。ゲームセット。
今回の対戦相手のデータがすごく正確に出ていたわ。次の試合相手を選んでくださいだってさ。どうする？試合相手を選ぶとそのチームのデータが出るんですね。これって信用できるのかしら。今日の試合を見る限りはかなり正確なデータということになるわ。もしこのデータが正確ならすごい情報よね。これだけ知っていればかなり楽に試合が運びそうだな。ちょっとカンニングしたみたいで気が引けるけど、まあいっか。監督、これで相手チームのデータはバッチリというわけですね。